はい、デジラボチャンネルのモアレです。ヨルでーす。イエース。ゼノンでーす。本日もデジモン対戦動画撮っていきたいと思います。はい、お願いします。はい、新カードメモリーブーストが登場しました。はい、ブリッドバイツに収録された新しい2色拾えるメモリーブーストが登場しましたね。はい、というわけで今回は青と緑が拾えるシェイドメモリーブーストをこの超久しぶりにエグナモンを使って対戦していきたいと思います。なるほど、強い。いや、強いし、一回姿を消したと思われた時にエグゼで結果を出した人がいて、あーだったこの時期があったね。で、ヨル君が使うデッキは何でしょう。ヨルさん、すでに遠い目をしていらっしゃるんですか。あー、気づきました。僕が使うカードは、はい、アンバーメモリーブースト、紫の黄色のカードを拾えるこのカードですけども、はい、いいんじゃないですか。だって黄色、紫なんて言ったらいろんないい組み合わせがありますよね。そうなんですよ、ね、そうです、なんか声が僕が使うデッキはヨルさん、夜さん、ハルクボ、そしてヒコグリボン、お、とくれば絶望のメルブクソ、オニスモンを添えて、あの絶望をもたらすパーティーですか。強そうじゃん。使用者に絶望をもたらすダメじゃん。結構でも新しいカードです。そう、なんとね、シークレットプライス BT17 のカードなんですけど、どう、ちょっと気になってX、まあ、旧ツイッターでムルムクスモについて調べました、はい、その時にムルムクスモの発表がされたコメント欄に、はい、このカードは6段のカードと同じくらいひどいです6段書かれて10段おい、お前マジかと半分もない、まあ、それをお前が作ってやるんだろ。スクエナ頑張れ。そう、最近、まあ、だいぶ前からこの特殊進化を持ってるにもかかわらず、進化コストがバチバチに重い効果も弱い。お前、本当に17段のカードが、仮にもナイトメアソルジャーズの幹部です。幹部でマグンダン30引いてます。おお、そんな伯爵に言われてるカードがこの強さです。じゃあ次のエクストラブースター大丈夫ですか。10月に期待するしかないね。できるのかな。常に面白いレベルだけでこのムルムクソンで、エグザモンに誇られたいと思います。頑張れ。ダイトロール2-5。じゃあ誇れます。編集するやつですか。ま、マジですか。すげえ罰ゲームだって。ボロクソミンヨクさん言ってるから。俺もテイクさん分かるよ。動かしません。俺ボロクソにやられたやつヨクさん編集飛んでいいですか。いいですよ、超嬉しいですか。でお互いお互い心にくるまとめで画面見れなそうだな。台パンが結構ガチだって。あれなんでだ。このままいきやす。涙で画面が見えない。おかしいな、雨なんて降ってねえのに。いや雨だよ。大差。もう今日何が一番嫌ってさ、わざわざこのスリムに入れ替えた。ああ、どうせ結果分かってるのに。わざわざ二重スリーブにしなきゃいけないし、しかも好きなグラッドのスリーブに入れなきゃして、ああって思いながら。大丈夫。せーの、デジタルゲート。もう死んでるんだが。はい、ここまで思える夜さん、いた。失礼します。見たくないか。ゼロポストで、プロトンも特殊進化します。ニャロンから。進化時、ワンドロー。3ポストしかあって、プロトンも登場します。はい、登場時4枚オープンして、紫を含む2色のカード、デックスモン、ボクリボンモン、アヌビモン。強そうなカードいっぱい来てるな。強そうなカード、ゼータデックスモンが弱すぎて、強いカードでサポートしてあげないと、マジで戦えない。というか、そんなカードいいんだよ、むしろ。だから、妖怪を出てきた時に、ボクリボンを回収しなきゃならないけど、ぶっちゃけ欲しいな、デックスモン。本当にそう、けど、さすがに、キャラ的に、ボクリボンを回収しましょう。ですよね、本当に大丈夫か。大丈夫。デックス、後悔してるよ。後悔しそう。いや、じゃあデックス上にしまうします。はい、これでせめてだ。頼みます。ドロー育成。ベイビーどもゼロコストでドラゴモンに進化します。1枚ドロー。おう、2コストで、ドラゴモンをコアドラゴンに進化します。1枚ドロー、はい、では、3コストでグランドラゴンに進化、1枚ドローして2で返します。よく相手早いっすよ。頑張ります。はい、行き出のドロー。あのヨルさん、これまでやってきた。このままで。このままで。
仕事もセキュリティ1点いこう、受けるで、おい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 、いくのも15,000、おー、マジでだ、あー、どうだ、パワーが、おかげでこれは、カード回収して、建物1枚余った、えらい、後ろ、3コースでダルクに進化します、進化しにくいです、待って、お前、2個進化でよかったの、1円買いました、1円もらいましたろ、グラダロン、前に、はい、どうぞ、横田で、プレイヤーダロンの進化、1枚、よろしくお願いします、やめろ、もう終わったやん、スリーアドラゴン、ちなみにしかもグラウド踏んでる、こっちのターン大事だっけ、メインフェイズ相手のメインフェイズ大事に、ドラゴン名称1枚をレストすることで相手にはデジモニターで強制アタックしなければなりません、死んだよ死んだよ、これ逆に重い進化コストで1ガシができるんじゃないですか、確かに、じゃあこれでバンもらいますね、後ろでサーチアイアンと、そうするかな、後ろでスリーアドラゴン、4コストで引っ張るよ、4コスト、いやダルクから一応三振できるんだけど、一回ししたいからここはあえて、はい、やるぞ、やることもねえんだよ、よし、ターンもらいます、1枚もらえるだろ、育成、ビビドモン0コストで、ドラゴモンに進化します、1枚だろ、はい、ではスレイヤードラゴンでプレイヤーにアタック、スレイヤードラゴンの効果で単一でアクティブになります、はい、で、アクティブになったのでドラゴモンとビビドモンの効果で、アクティブ状態になったドラゴンキッズとのデジモンが、パワープラス1000上がるので1枚4000でプレイヤーに1点チェックします、アナログの少年、おっ、あのーい、絶対から3枚落ちて、デジモンカード1枚を、デクスマン、いやー、アメリオー、皆さん、でも、デクスマン回収かな、ほんまか、あの盤面で、1体しかいないです、皆さん、2コストで、フォアドラゴン2進化1枚で下ろして、1で返します、はい、分かってると思いますけど、アナログの少年、パラレル使う気にならなかったでしょうか、クリットマイスに収録されて、あ、ちょうどいい、これ使おうと思って、使っちゃいます、あの、ルルさんがパラレル使わないだと。まあ、いらんわな、ね、もらいます、ふい、ドローしてたねえ、あいつ強い、ずっと引っ込んでるわけにもいかないからよ、行くのか、ブルブクスモンのチルザも見てるからコグリフォンも参ります、では、メイン開始、スレイヤードラゴンの効果、ドラゴン技術のスレイヤードラゴンをレッスンすることで相手はデジモンいったり攻撃宣言をしてください、はい、コグリフォンでセキュリティしかないんだ、セキュリティアタック行きましょう、では、スレイヤードラゴンの効果でエースです、単一弾でアクティブになります。はい、壊しません。では、はい、アタック時、はい、ニャノモンの効果で、ヒーローのデジモンがアタックしたんで、ワンドロー。おお、なんだ。ヒーローもアタックします。はい。で、プロットモンの効果、相手のセキュリティジモンの DP マイナス3000。おお、1枚引き。これは来た。シェイドメモリーブースト。はい、今回の目玉。ね、手打ちしないけど。カードやばい。ノルマ達成。やばい。スロー、ここの声が、やっぱなんかこの、なんか風がヒポクリフォンが残ったから、これはワンチャンあるんじゃないですか、ワンチャンあると思うじゃないですか、はい、ムルブクスモに乗れるんですよ、はいはい、横にデジモンがいないとオニスモン出ないし、オニスモントラッシュにいないんですよ、なんですかこの歌、もうダメだ、行こう、ヒポクリフォン、ムルブクスモに進化します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 、何がいく、4コスト進化し、ワンドロップ、ワンドロドロー弱いよ、これをアレスタ・エスターとのコラボに使おうとしてたんだがスーパーソンタフリッキーじゃないですか弱いよ、本当に掃除庫もいいとこだわ、1段のカードでいい勝負できるんじゃない、1段か青目がとどっちがいい、たった今のことは何だっけ、道連れです、以上10個言っていや、青目が強いかもしれない本当にこのダルクの効果に水釣りが一回ついてるだけ、なんもないやん、なんもない、何度か言わせないで、何もないあとはアナログが起動するくらい、オッケー、育成このままで、スレイヤードラゴンで、ムルクスモにムルムルムルブックスムルブックスです、いや、お前くらい見てあげて、アタックにアクティブになります、アクティブになったんで DP プラス1000ずつ上がって1万4000で上からアタックでいいのか、本当に、消滅取られます、はい、見てくれたっけ、はい、ではダルクモンの方が道連れを持ってるんで消滅お願いします、はい、します、はい、では、進化元を持つ、レベル5以上のデジモン消滅したんでアナログの少年ひねってメモリープラス1、そして負荷が強制です、強制か、お前強制なんですよ、はい、メロモンになっちゃいます、スタンコストでウィングドラム進化1枚で押して1で返します、1でもらいます、アクチブのドーン、そんな見た分ね一生勝てで相手しかもデックス開始したけどバー1枚必要よ、そうなんですよね、ゼロコストでプロットモンに進化します、はい、進化時ワンドローさあ頼むよ、2コストダルクモンに進化、おー死んだ、
ワンドなんか2進化だあいつ1でもらいます。アクティブになったんで、アクティブになったんで1000上昇します。2000上昇で、はい、ドロー育成このままです。はい、プレイヤードラゴンで、プレイヤーにアタックでアタックアクティブになります。1万4000で1点チェックします。7000ヒポグリポンポン3コストでプレイヤードラゴンに進化、1枚ドローして2で返します。2でいただきます。アクティブなしのドロー見せてくれるんだろう。ヨルさん任せてくださいお前黄色かもう皆さんマジで変わるけど紫をして打とうとしてました。呼び声打てねえよ、呼び声打てねえよ、飛行機にパフォン回収してんのに。ヨルさんがやるよ。だってこいつしかいなかったんだもん何やってんだもんね。そしてデッキに4枚しか入って飛行機にパフォンがもう2枚落ちてるんです。もうやばい、これはもうやばい。では3コストでアルバーメモリーブーストを使用します。使わないわけにはいかないからね、このカード。確かに3枚送る。オリスモンアナログの少年一択ですね。オリスモン返してきます。これで1で黄色しかない状態で紫のドローオリスモンを加えることができた。さあ下手したらもう終わりなんだよこのターンで。そうだね、プレイヤーダウンも前に行きます。死にしても終わりなんじゃない。プレイヤーダウンでプレイヤーにアタックでアクティブ2000パフかかって1万4000で1点チェック。ユスタムトレーニング、おお、ワッチャール。プレイヤーダウンでプレイヤーにアタックない、アクティブで1000上がって1万3000で1点よ。さワッチャープロットもワンチャープレイヤーダウンでプレイヤーにアタック1万3000ワッチャー。いいのかそれで。おアンバーメモリーブースト待て、いいのかそれ本当に。いや、俺一旦ぐらい言うやりゃ負けないよそれだったら。じゃあ2戦目行くか。行くか。なんで本当にそれ下に立てるよ下に切る。それは容赦なさすぎって。負けるか。じゃあ絶対やめても勝てないこれは。同じだよ結果。スレイヤードラゴン1枚全てがねこたまること。あのスレイヤー2体目いらなかったからね。なんなら1体でしたね。だからもうダメでないんだけど。大丈夫、もうあっちもこなかったせめてデッキ返させておいてブルークスもまた実家だけなんだよ本当に。あのねマッチ系のカードが一切引けなくてさスレイヤーしか出引けてない。そのスレイヤー短期で十分だったからね。これが絶望のブルークスです。一応ヨルさん、デッキ紹介しますしますしますか、じゃあ一応した方がいいじゃない。しと、まあ、する意味あと自動感づかは知らないついてるから、とりあえず全国のムルムクスモン使いの方は分かると思うんですけどダルクモン、まあ、別にしたはダルクモンじゃなくてもいいんですけど基本的に、まあ、ダルクからのヒポグリフォンモン、はい、ヒポグリフォンモンの方が進化時で手札から紫か黄色のレベル3のデジモン投稿なんです、ね、なんで紫モン出せるじゃないですか。ルージェ出したところで弱いんですよ。リカバリーする旨味はマジでないんですよ。で、レベル3のデジモンが適当に登場します。適当に。で、さらにこのヒポグリフモンをねもうねムルムクスモンに進化させます。もしくは一度ダルク、そう、ダルクモン経由がこの新しいというかなんかもうこの17段のダルクモンがヒポグリフモンからヒポグリフォンから退化するのに1コストを払ってスライドだじゃないんだ進化できます。で、この場合下にヒポグリフォンがあるなら進化コスト2でムルムクスモンになれます。進化コスト2で、ただ別に普通に進化した方が僕はいいと思うので通常の進化コスト何かかるんですか。4です、1しか変わんないでだったらレベル4をわざとこっち削るくらいだったらそのまま進化した方がいいだろう。で、ムルムクスモン進化します。で、ムルムクスモンの進化時効果でなぜか自分のデジモン一体を消滅させることでトラッシュからオニスモンを登場できます。おお、トラッシュからで、オニスモン登場にアクティブ状態のデジモン一体焼ける。これは普通に強いんです。確かに。ムルムクスモンの効果が問題で問題なんですよ。消滅した自分のデジモンと同じレベルでもその消滅したデジモンのレベル以下のデジモンを消滅、この状態で3しか焼けないんですよ。でも次のターンオニス死ねば6焼けますよね。そうなんですけど残るわけがない体勢も何もないいや、まあ、あれか確かに今見たけどレアカードないですね。ないです。レアカードない。コモンアンコモンで適当にね。コモンアンコモンでフルパワー。ムルムクスモンがコモンでオニスがアンコモン。確かにオニスの方が
あの、まあ、デジモンとしての格は上なんです、まあ、しょうがないんですけど、古代デジモンですからね。にしてもお前よっていう、ここまで、ここまで進化ラインも揃えてようやくこの程度の強さです。で、ただ何かの間違いでムルムクスモンが残った場合、2巡目以降はちょっとだけ強くなります。確かに。あ、そうなんですか。消滅させるデジモンが、ムルムクスモンが他にあいることによって、次に出てきたムルムクス、オニスを消滅させることもできるんで、またオニスが出てくるし、オニス焼けたからレベル6に対応焼けるって。そうなんです。おー、なるほど、それは確かに強そうだ。ただ2巡目まで生き残るんだ、まあまだ100はないですね。3段ぐらいかかるっすね。シカゴストーンも重いしな。で、しかもまた、あった、しかも何が悲しいことに、ヒポグリフォンも、はい、17段のカードですけど、前回出るヒポグリフォン4段なんですよ。4段なんかいました。4段の黄色の単段のヒポグリフォンです。ああ、はい、それしかないんです。そのムルンボックスは黄色から進化は、こいつはできるんですけど、はい、はい、特にする理由がない。まあ一応カード画像載せるけど、こういう効果です。旧ヒポグリフォンだと横にデジモン出ないから、ムルンボックス乗っても何の意義もないんですよっていう、いろんな悲しみを詰め込んだデッキ、それがムルムクスモンです。一応ちょっとここはちょっと僕も一応補足というかしておくんですけど、ミヨルさんとは一度飯行ってムルムクスモンを研究したんですよ、はい、ただ二人で研究したけど、何にも救えるカードも見当たらず、何のせいかも選べませんでした。結局今回このアンバーメモリーを入れたことによって、黄色のダルクモンが使えるようになってしまった。それだけのデッキです。はい、っていう感じですね、はい、まあヨルさんの悲しみや嘆きが伝わったんで、はい、次はじゃあモアレさん、モアレさんの方、語ること何もねえんだよな、スレガナオレ強かったな。エクサはどこ、ダツまでもなかった。縦からめくっただけだね。ごめん、ちょっと本当はここでサーチ系のカードやりたかったんですけど、引けなかった。スイスレアでポンポン叩くだけだった。でもまあ結構あれですよね、今のそのデジカと違って、まあちょっと古いか、古いだけあって、その2色じゃないから、スレイヤーとかグラウンドラ、グラ、そっちグラウンドラとか、そコアドラ系もみんなブレイクか。そうだから引きやすくはなったね、だいぶ引きやすくなったっていう、外見の5枚目6枚目って感じで、うんうん、でもね、まあグリーンメモリーじゃなくてシードメモリーはなんとなく4にしてあります。はい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 。大好きはまあ3で動けるし安定するから3で、まあ、あとは制限になっちゃったハンスパとアイスボールで、まあ強制アタックアイスボールとかっていうイニシエのコンボもできるのでね。うん、強制アタックアイスボールは普通にイニシエだけど強いよな。そうそうそう、という感じのデッキレシピです。ヨルさん顔死んでますけど大丈夫ですか。大丈夫です。はい、誰かあの救い方知ってる人いたら教えてあげてください。ベストワンブルブクスモンのレシピ募集中です。こんだけディスってますけど、本当に真剣に考えてたのは理解してあげてください。まあ一応仮にも紫のカードなんで使いたいんです、僕としては。おう、うんうん、使いたいけど使いたくないんです。心折れます。はい、はい、ということで、ヨルさんの悲しみに共感してくれる方がいたら、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。マジで頼む、共感してそれではご視聴ありがとうございました。バイバイ。説明を